皆さん、こんにちは。アイソトープ農学教育研究施設の橋本です。本日は放射性セシウムは森林の中でどう動いてきたかというタイトルで発表していきたいと思います。先ほど飯島さんからも森林の中の動態を含めて流出に関してお話がありまして、私の発表の中でも同じ話も出てきますが、私の方ではより森林の中での動態に注目して発表していきたいと思います。まずは2つのマップを見ていただきたいと思います。左側にあるマップは皆さんよく見たことがあると思うんですけれども、事故後に航空機を用いて上空から観測された汚染のマップです。三角で表示してあるのが福島第一原子力発電所で、そこから北西方向に汚染度の高い地域が広がっています。また、福島県の東側が広く汚染されているのが見て取れます。そして、右側に示してあるのが森林の分布を示しているマップです。東京にいるとなかなかわからないんですけれども、実は日本には非常に広大な森林が分布していて、このようにマップで書いてみますと、緑の地域が非常に広く分布しているのがわかります。ですので、汚染された地域の多くが森林生態系ということになります。福島県には約97万ヘクタールの森林が分布しています。それは青森県の県の全面積と同じ程度の面積になります。面積に占める割合は 71%。日本の平均的な森林率は66とか 7% ですので、日本の中でも比較的森林が多い県となっています。人工林、すなわち人間が植えて管理している森林が33万ヘクタール。そして、自然、またはずっと以前から人間があまり関わっていない天然林と呼ばれる森林が約58万ヘクタール分布しています。主要な樹種としましては、冬も葉っぱを落とさない常緑針葉樹である杉やヒノキ、赤松など、また冬には葉を落とす落葉広葉樹であるコナラなどが分布しています。このような森林は農地や山村を取り囲むように分布しています。こちらは福島県内で撮影された、写真なんですけれども、右側の写真なんかを見ていただきますと、森林が、すぐ近く、住宅や水田のすぐ近くに分布しているのがわかります。また、もっとはっきりした事例では、このように森林の間に入り組むように水田が分布するしているということもあります。このように、森林は広大な面積を占めており、または川の上流に位置しますので、大切な水源です。また、木材をはじめとした林産物の生産の場であり、地域住民のレクリエーションの場でもあります。またその森林は農地や住宅地と隣接して分布しています。ですので、森林の放射能汚染は現在でも大きな問題となっています。私の人たちの研究チームでは、森林内の放射性セシウムの動態に関わる研究データを様々な文献やデータベースから収集、集約するという活動を続けてきました。それは、より一般性のある動態を明らかにしたい。また、このような未曾有の事故に対して、データをですね、しっかりデータベース化し、アーカイブ化して世界へ、そして未来へ残していく必要があると考えたからです。本日は、この様々な研究の集約から、事故後から現在まで、放射性セシウムが森林の中でどう動いてきたかということをお話ししていきたいと思います。セシウムのデータをお見せする前に、森林の特徴について簡単にご説明したいと思います。皆さんご存知の通り、森林には大きな木が生えています。樹高は10メートル、20メートルに達することもあります。そしてその木は毎年入れ替わることはなく、定年性、すなわち
50年、100年と長くそこに存在しています。また、樹木から落ち葉が地上に落ちます。そして、土壌の表層には落葉と落ち葉の層ができています。また、農地と違って森林は土を耕すということがありません。このような森林の特徴は、森林の中の物質の動き、水であったり、落ち葉などの有機物、また養分やミネラルの動きに大きな影響を与えています。そして、それがセシウムの動きに大きな影響を与えています。さて、事故後に大気を漂ってきた放射性セシウムは、大気から雨や、または雨を経由しない形で森林に入ってきます。その時、まず何が起きたでしょうか。多くの放射性セシウムが樹木に付着しました。こちらは、筑波大学の観測結果を示したものです。この研究チームは、セシウムを観測しようとしていたわけではなく、事故前から森林の中の水の動きをモニタリングしています。その時、事故が起きたので、事故直後からのデータが得られています。杉林、常緑針葉樹である杉林の観測例です。最初の5ヶ月程度の結果を取りまとめた、ますと、樹木に約 60% 強の放射性セシウムが付着していたという結果が得られています。しかしこの結果は、事故後5ヶ月という比較的長い期間です。本当に事故直後にはどの程度樹木に付着していたのか。それを調べた、研究があります。フランスのチームの研究結果です。彼らはたくさんの地点の観測、たくさんの地点、たくさんの時点の研究、観測データを集めてきまして、それと簡易なモデルを結合しまして、事故直後の状態を逆推定するという形で、事故直後の放射性セシウムの樹木への付着量を推定します。彼らの研究によると、数日から1週間、事故後、直後は約 90% 程度のセシウムが樹木に付着していたのではないかと推定しています。さて、この樹木に付着していた放射性セシウムはその後どうなったか。すぐに地表、土壌に移動していきました。こちらは森林総合研究所のモニタリング結果を示しています。左から葉、枝、樹皮、木材の放射性セシウム濃度137の濃度をログスケールで表示しています。横軸は2011年から2015年までの時間を表しています。まずは葉と枝を見てみましょう。葉と枝は樹木の外側に分布していますので、一番たくさんセシウムが付着しています。ですので、2011年の時点で非常に高い放射性セシウム濃度を示しています。しかし、その濃度は直線で表示されているように、ログスケールですので、指数関数的にその濃度は低下していきます。半減期で表現しますと、半年から1年半程度でその濃度が半分になるというスピード感で、濃度が低下していきます。その結果、下に示しましたように、事故直後、2011年春には、森林全体の約 90% が樹木に付着していた、そのセシウムが約数ヶ月後の夏には半分以下に、そして2015年には 10% 以下にまで低下しています。もう少し見ていきますと、樹皮はですね、その形状、またその寿命が葉っぱや枝より長いこともありまして、なかなか放射性セシウムが減らない、低下しないという性質があります。そしてもう一つ一番右に示しました木材。これは杉の木材のセシウム濃度を示していますが、少しずつセシウムが増加している傾向が見られます。木材の中に放射性セシウムが取り込まれているという姿がモニタリングによって明らかになっています。この樹木から土壌に、地上に移っていったセシウムについて見てみます。同じく森林総合研究所のモニタリング結果で、左側が地表の落葉層、
右側がその下の主にミネラルで構成されている硬質土壌と呼ばれている土壌部分のセシウム濃度を示しています。ご覧のように地表に降りてきたセシウムは表層の落葉層で長く滞留することはなく、速やかにその下の硬質土壌に移行していく。そのため硬質土壌のセシウム濃度が上昇しているのが見て取れます。その結果、2011年夏にこの森林全体の放射性セシウムの約 30% 程度が硬質土壌にあったんですが、2015年には 85%、森林全体の 85% が硬質土壌に付着するということになりました。また、土の中では、先ほども何度か話が出ましたけれども、セシウムは浅いところに留まっています。左側が2011年夏に福島県で観測、杉林で観測された、落葉層とその下の土壌中の放射性セシウムの分布量を表しています。右側が2017年夏の結果です。2011年夏の時点で、すでに深いところまで放射性セシウムが出てきているということもあるんですけども、基本的には落ち葉層、落葉層と0.5センチに放射性セシウムは分布しています。また、2017年には、先ほども示しましたように、落葉層から硬質土壌にセシウムは移行し、落葉層の放射性セシウムの蓄積量は大幅に減少しておりますが、基本的には0.5センチ、非常に浅いところに放射性セシウムが蓄積、とどまっているのが分かっています。杉といえば花粉も気になると思います。こちらは、林野庁のモニタリングと金指らの多点データの結果を示したものです。横軸は2011年から2018年。縦軸は観測地点の違いをキャンセルするために定期化した、定期化濃度と呼ばれる、濃度の指標を示しています。このように事故直後は花粉も木材の他の部位と同じように比較的高いセシウム濃度を示していたのですが、時間とともにやはり指数関数的に濃度が低下しているという結果が得られています。また、ご存知のように汚染されたのは樹木だけではありません。森林に生息する生き物の中にもセシウムが取り込まれています。こちらは放射性医学研究所の研究グループの結果です。左からツキノワグマ、イノシシ、キジのお肉の中のセシウム137の濃度を示しています。それぞれ3つのボックスプロットが示してありますが、これは一番左から土壌のセシウムの濃度が高いところで捕獲された、例えばツキノワグマのサンプル。そして真ん中が中程度。一番右が土壌の汚染度の低いところで捕獲された生き物の濃度を表しています。ご覧のように、汚染度の高いところで捕獲されたものは、お肉の中のセシウム濃度も高いという傾向がはっきりと現れています。このような傾向は、このような大型哺乳類や鳥類に限らず、ミミズなどの脊椎動物やキノコなどでも見られる傾向です。また、先ほど飯島さんからも既にご紹介ありましたかが、非常に気になることとして、森林からセシウムが流出するのかということがあります。こちらは、福島県で観測、渓流で観測された、結果を示しています。2012年5月2日から3日間の渓流水の量と質を観測した結果です。上の黒いバーは、雨が降ったことを示しています。雨に対応して、渓流水の黒い線、量が増えているのがわかります。雨に対応して渓流の水が増えます。その結果、この赤い線で示しましたように、その雨が降る前、渓流水が増水する前は、検出限界以下であった放射性セシウムが、流量の増加とともに増大しているのがわかります。すなわち、雨が降って、大雨が降って、渓流水が増水すると、森林からセシウムが流出していっている。ということが、モニタリングからはっきりと捉えられています。
しかしこちらも先ほど飯島さんからお話ありましたように、ではその流出量というのがその河川の上流にある全ての、森林の全てのセシウムとの量と比較してどれぐらい出ているのかというのを計算すると、その量は事故直後の比較的セシウムが大きく動く時期であっても年間 0.数% 以下ということがたくさんの研究から明らかになっております。確かに河川からセシウムは流出するんですけれども、量的にはあまり大きくない。基本的には森林生態系は放射性セシウムを保持する性質があるということが数々のモニタリングから明らかになっています。しかし今日も何度かお話ありましたように、先日の大きな台風が来たり大きな雨が降ったりすることもあります。今後も注意は必要かと考えています。また私たちの研究チームでは樹木と土壌の間の森林の中でのセシウムの動きのモデリングを使った解析も行っています。こちらに簡単な模式図を示しましたが、樹木の各部位、また土壌の各部位をボックスで表現し、それらを移動する矢印で表現して、森林の中のセシウムの循環と蓄積を、移動と蓄積をモデリングして、森林の中のセシウムの動きを解析しています。一つその結果をご紹介すると、こちらは事故後20年間の森林の中のセシウムの動きをモデル解析で出力したものです。この黒い矢印が樹木から土壌に移行していったセシウムの量を表しています。またその下の点線は逆に樹木が土壌から吸いがけたセシウムの量を示しています。事故直後は先ほどもお見せしましたように樹木から土壌にたくさんのセシウムが移動していきます。しかしモデル解析の結果によると、5年から10年でその落ちていく量と樹木が吸う量が大体バランスし、徐々に森林の中でのセシウムの循環が正常に達しつつあるということを、このモデルの出力結果は表しています。また、別の見方をすると、この線は今後もこの辺りで、の値をとっています。すなわち、今後も事故直後の沈着量の約 1% が程度が森林の中で循環し続けるということを逆にこの結果は示しています。まとめますと、今日は放射性セシウムが森の中でどう動いてきたかということを、たくさんの研究結果を引用しながらご紹介していきました。事故直後は多くが樹木に付着していましたが、事故後数年で大部分が地表に移動し、土壌では表層部分に分布しています。また今日何度かお話ありましたが、土の中では基本的にあまり大きくは動いていない。また木材の中、そして生き物の中にもセシウムは取り込まれており、また河川からの流出は限定的ということが分かっています。またモデル解析によって、そして今日お見せしたたくさんのモニタリング結果によって、森の中でのセシウムの動きは、だいぶ落ち着いてきているということが明らかになってきています。今後の課題、本当にたくさんあるとは思うんですけれども、3つ挙げてみました。1つは継続したモニタリングです。当初より動く量は少なくなってきていますが、半減期が30年のセシウム137は、森の中で動き続けています。今後も、継続してモニタリングしていくことが大事だと考えています。また二つ目はデータを統合しての理解、将来予測です。本当にたくさんの研究が事故後なされましたけれども、それを取りまとめて大きく見ていく、統合して理解していくという動きはまだまだ十分ではありません。三番目が健全性を維持する、森林生態系の健全性を維持する持続可能な森林管理です。現在、汚染された地域の森林は、手入れが行き届かない状態が続いています。一般的にそのような森林では、病虫害が発生しやすくなったり、大雨に対して脆弱になりがちです。また、長い目で見ますと、今後気候変動がやってきます。気温が上昇したり、病虫害が発生しやすくなったり、さらには大きな雨や台風がやってくるかもしれません。
そのため、汚染された地域のですね、放射線生態学的研究と同時にですね、その森林生態系の機能を維持をするための、研究や取り組みも大事ではないかというふうに考えております。以上になります。ご清聴ありがとうございました。